都市伝説的な話を聞いたのでちょっとシェアしようと思います。はい、皆さんこんにちは。みんなです。タカです。エイチブログです。はい、ということで今ねボリビアの首都ラパスっていう町にやってきました。首都？まあ細かいこと言うと首都じゃなくて、まあオフィシャルの首都はスクレっていう町なんだけど、事実上の首都はラパス。 Google とかで調べると分かるんだけど、世界一標高の高い首都がラパスって言われてるから、ただただ首都じゃない。そう、標高3500m以上に位置するもう大都市がこのラパスです。なのでちょっと坂道とか歩くともう息切れて死にそうになる、マジで。でね、今日はねこのラパスの街ってどん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 広がってて、山岳都市だから山に向かって広がってるんだよね。でその中でも今日はエルアルトっていう、また標高が 4000m 超えるような地域にゴンドラに乗ってね行きたいと思います。私たちのメデジンのビデオを見た人はコロンビアのメデジン、そうです。こうゴンドラを使ってパブリックトランスポートを作った街なので、ここは一緒のコンセプトで、そうゴンドラはパブリックトランスポートになっていろんな街のところに行ける。はい、で早速今ねゴンドラの駅にいるからエルアルトの地域に行きたいと思います。行きましょう。はい、ゴンドラの駅にやってきました。めちゃめちゃモダンですね。Gracias. Gracias. ちなみにね、めちゃめちゃ綺麗、日本かっていうぐらいめちゃめちゃ綺麗です。ゴンドラに乗ってきます。着いたね。はい、ということで今ねゴンドラでエルアルトっていう地区まで上がってきました。でね、まあ山岳都市あるあるなんだけど、まあ、こういう風にね山の中に大都市ができてる街っていうのは、盆地になってるくぼんでるところにダウンタウンとか高級住宅街みたいなのがあって、山を上がってくるとどん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 貧しくなってくる、街がスラム化してくるっていうのが、まあ、山岳都市の特徴ですね。一つ有名なマーケットがあって、泥棒市っていう、まあ、国内外いろんなところからスリで盗んできたものを売りさばくっていう泥棒市が有名で、木曜日と日曜日に開催してる泥棒市なんだけど、今日土曜日でちょっと開催してるか分かんないんだけど見に行ってみようと思います。泥棒市、どんなものが売ってるのか気になりますよね。ただね場所がよく分かんないから適当に歩いて見つけます。はい、ちなみに今 LR と歩いてんだけど、ダウンタウンの中心と比べると貧しい人も多くて、かなり治安は荒れてるらしいから、まあ、カメラとかね携帯とかポケットに入ってるものとかすられないように気をつけながら注意しながら歩いていきます。すごいね、めちゃめちゃ開放感あるよ。あっちに行きたい。あ、歩道橋渡ってあっち行けるね。行ってみるか。あの奥に見えてるのがダウンタウンだね。でそっから街がずっと広がってて、こっちの山岳の丘の上までずっと広がってる。めちゃめちゃ広い。はい、ちょっと今ね10分ぐらい歩き回ったんだけど、息切れがねすごい。なんか 4000m のこの空気感
んなに空気薄いんだね。で今ねこの後ろに見えてる広場みたいなところがずっとこれ道がつながってんだけど、本来はここでね泥棒市が開かれてるみたいです。ただ今日見ると一軒もない。やっぱ木曜日と日曜日しかやってないらしいので、残念ながら泥棒市は見れなかったので、もしね泥棒市ラパスで見たいっていう人はね、木曜日か日曜日ここに限定して来るようにしてください。ああそれちょっと疲れた。すごいね、ローカルマーケットに入ってきました。いろんなものが売ってる。フルーツだったり、日用雑貨だったり、野菜だったり。今ちょっとね、違うゴンドラのラインに乗ってます。今これ周り見えてるのがエルアルトっていう地区で、でこのフラットがあってくぼんだところにラパスのね大都市が広がってるっていう感じ。すごい、ここも 4000m 以上の場所で、空港もエルアルトの地区にあるから 4000m 以上のところに空港があって、すごいね。ちょうど昨日ねラパスのフリーツアーに参加して、まあ、ローカルのガイドからものすごく怖い都市伝説的な話を聞いたので、ちょっとシェアしようと思います。このラパスの街中を歩いてると、ラマとかアルパカとかの赤ちゃんのミイラが普通に売られてる店があって、でなんでそれ売られてるかっていうと、このインカの時代からの風習で、新しい家とかを新築するときに生贄としてラマとかアルパカの赤ちゃんのミイラを埋めて家内安全を図るっていう、そういうね風習習わしがあるらしいんですよ。でまあそこまでだったら、まあ、普通に動物を、まあ、生贄で家に埋めて家内安全を図るって普通にある話だと思うんですけど、このラパスに建ってる例えば大きなビルとかビジネス街の巨大なスカイスクレーパーとかホテルとか、そういう大きな建設物になった時に、まあ、どういう生贄を捧げてるかっていう話があって、何だと思います？ちっちゃい家だったらラマとかアルパカの赤ちゃんのミイラ、じゃあ大きいホテルとかビルとかそういう場合の生贄は何かっていうと、実は人間なんです。しかも生きた人間を生贄で埋めるっていうのを昨日言ってました。本当に生贄で埋めてるかどうかっていうのは、まあ、明確には言ってないんだけど、っていうのはもちろん公にやってると警察が動くことになるし、人権の問題も出てくるので、公にはできてないものの、まあ、昔からの風習で今なお生きた人間を生贄に埋めて建設がうまくいくようにするっていう習わしがあるっていうふうに言ってました。めちゃめちゃ怖くない？その生贄の人をどうやって晒してくるかっていうと、昨日言ってた話だと、このラパスじゃなくて田舎の方に住む身寄りもない友達もいないホームレスの人を探してくるっていう風に言ってました。まあ、そういうねホームレスの人たちって、まあ、アルコール中毒だったりドラッグ中毒だったりっていう人が多いから、お酒とかドラッグとかを持ってホームレスに近寄ってとりあえずいい気分にさせるらしいよね。そのいい気分にさせたら、今度街中でパーティーがあるから一緒に来ないかっていう風に誘うらしいんですよ。で、この街中のコンストラクションサイトに連れてきて、そこで、まあ、みんなでパーティーをして、お酒飲んでドラッグして、でそのホームレスの人がブラックアウトしてもう倒れちゃうと。でそうするとそのままその人をコンストラクションサイトの中に持って行ってコンクリートで生き埋めにして生贄にすると。めちゃめちゃ怖い都市伝説があります。なので昨日のフリーツアーのローカルガイドの人が言ってたんだけど、ラパスに来たらお酒は飲んでもいいけど飲みすぎて道路では寝ないように、これを言ってました。ちょうどね今髪の毛がボサボサしてるから切ってやろうと思います。見てください、この美容院の数、全部看板出てるの全部美容院です。行きましょう。後ろは全部なくなってるよ。マジ？